はい、こんばんは。伊藤チャンネルです。4月の12日になりましたけど、いかがお過ごしでしょうか。東京都はね、まん延防止措置みたいなのが、発令されましたけど、今日は初日だったということでね、そんな初日の中ね、私、今日会社行ってきましたね。会社行ってきてます。で、私のね、勤務地品川なんですけど、品川といえばね、江南口の方にね、いつもね、カメラがね、テレビカメラが来てて、で、出口のところにね、ほら、こんなにいっぱい人出勤してるよ、みたいな感じでね、毎回毎回ワイドショーとかのね、ネタにされてるんですよね。大体ね、もう、サラリーマンが歩いてる姿っていうのは、大体品川の江南口になってますけど、今日はね、まん延防止措置のね、初日だったこともあってね、テレビカメラがね、パッと見ただけで7台来てましたね。そんなにテレビ局あんのかよって思うぐらいね、来てまして、僕はね、その前をね、ちゃんとね、社畜のようにね、歩いてきましたね。社畜のようにランウェイしてきましたね。はい。っていう感じのね、中でね、まあ、会社がね、僕行きたくなかったんですけど、会社が来いって言うから仕方なくね、行ったんですけどね。なんかこの評価面談の時期でね、まあ、その上長がね、評価面談のために会社が来いって言われたんで仕方なく行ったんですけど、まあ、そんなのテレワークでできんじゃんなんて心の中では思いながらもね、まあ、会社に言われたから仕方なく行ったっていう感じでございます。まあね、大丈夫だと思いますけどね、結構ね、人でもね、そんなにいつものピークよりは全然少ないかなとは思いますんで、まあね、防止措置しっかりね、取って、ソーシャルディスタンスを取って、皆さん過ごしていただければなと思います。はい。ということでね、今日何するのかっていうと、今出てる画面ですね。これ何の画面かっていうと、スーパーコンソール X プロのね、Android の方の画面になります。これ実はね、前々からね、実は結構言われてて、スーパーコンソール X プロのね、Android の、方の使い方、テレビボックスとしての使い方についてなんかいいことないかなみたいな、ちょっと紹介してくださいよっていう話があったんで、今日ちょっと僕の方で結構ね、実はね、何日もいじってはいるんですけど、はい、ちょっとそこら辺の紹介を今日したいと思います。はい、じゃあね、早速、テレビボックスの、画面になるんですけど、まあ、こんな感じで、今ね、マウスつないでます、私の方で。マウスつなぐとこんな感じちゃんと動きますんで、で、何があるかなというと、まあ、オンラインビデオってところ、僕ね、これ、ネットフリックスと、まあ、これ、好きにカスタマイズできます。もともとね、何も入ってないです、これ、ここ。オンラインビデオってところで、僕、ネットフリックスのアプリと、YouTube のアプリを追加してます。なのでね、ポチッとクリックすると、YouTube もね、しっかり起動して見れるようになります。はい、ということでね、YouTube で、僕のチャンネル開いてます。まあ、友情視点のね、テイルズくん、うちの愛犬のワンコがね、マスコットキャラとしてね、こんな感じで見えてます。で、そうですね、ちょっと動画も再生してみましょうか、せっかくなんでね。はい、はい、こんな感じで。こんばんは、愛とチャンネルです。4月10日、今日2発目の動画。こんな感じでね、オープニングのいつものくだらない話がね、で、こんな感じで。ちゃんとね、ウェーブ何本かアトミスウェーブ動かしたところですね。こんな感じでね、ちゃんとね、動作も遅延なくね、動く状態かなと思います。こんな感じで、メタルスラッカー遊んでる時ですね。うわー、なんかついてきて、はい、やめて、あ、ちょうどっていう感じでね、遅延なくね、動きます。で、これはこれでね、大画面で YouTube 見たいなっていう人はね、こういう YouTube のアプリ使っていただいて、まあ、いつもはね、皆さんスマホとかね、僕テレビでよくね、YouTube 見たり、パソコン使ったりとかっていうのでよく見たりするんですけど、こんな感じでね、YouTube も結構快適に動きます。スーパーコンソール X Pro でね、動きますんで、まあ、YouTube のアプリ使えるかなっていう感じです。はい。で、まあ、元の画面に戻りましたけど、Netflix ですね。いや、もう、もちろんね、アプリとして見れますし、あと使えるって言ったら Amazon プライムですかね。Amazon プライム入ってる方結構多いんじゃないかなと思いますけど、これ Ado ってやってね、Amazon プライム、追加していただければなと思うんですけど、これですね、プライムビデオ。これを追加すると、
こんな感じで追加されますんで、まあ、ここでクリックしてね、ログインしていただくと、Amazon プライムも見れますし、Netflix もね、アニメちょっと充実してるんですよね。僕も、Netflix 入ってまして、まあ、今月からなんかね、ちょっと値上がりしてるんですよね、月々のね。でもね、いい映画とかアニメとかいっぱいあるんでね、こちらで見ていただくっていうのが一番いいのかなと思います。特にね、Fire Stick とかね、あと、テレビになんか普通、最近こういうテレビにね、こういう Amazon プライムとか Netflix とかのアプリ入ってるものがあるんですけど、まあそれ入ってない方専用ですかね。使い方として。なのでね、こういうところ Hulu とかもね、使えますんで、まああとね、テラサとかいろいろそういうね、オンデマンド系のものいっぱいあるんで、そこら辺のものを入れて使っていただくっていうのが一番いいのかなと思います。まあこれはこれね、こういう映画としての使い方、ビデオとしてね、使い方が、まずできます。これはね、結構ね、遅延なく動くと思いますんで、結構軽めに動くと思います。なので、マウスとかね、つないで、なんだったらキーボードもつないでね、いただいて、やるのがいいかなと思います。はい。じゃあ続きまして、ミュージックでところ開くと、こんな感じでね、これもアプリ開いたりっていうので、なんだろうね、ミュージック系のアプリ、僕ちょっと入れてないんですけど、ミュージック系のアプリとか入れれば、多分使えるんじゃないかなと思います。まあ、音楽はね、ちょっとね、YouTube 上は結構、著作権が引っかかってくるんでね、あんまりできないんですけど、ここの音楽っていうところで、USB ストレージ挿して、追加することもできるんじゃないかななんて思いますんで、まあ音楽聴きたい方はね、追加していただけていて、まあこれを通してね、画像で、このテレビボックスを通してね、音楽聴いていただければなとは思うんですけどね、僕はね、多分ね、あんまり使わないかなって感じですね。っていうのもね、音楽プレイヤー持ってるんで別でね、多分そっち使うかなという感じではあるんですけど、まあテレビボックスを介してね、そこから音楽出したい方は、こちらの方を使っていただければなと思います。はい、じゃあせっかくなんでね、次セッティングのところで、この機体の情報を見てみましょうかね。端末情報ってやつですね。見ていくと、まあ、システムアップデートとかできるみたいですね。どこまでできるかちょっとわかんないですけど、あとは、モデル名が TV ボックスって名前です。で、Android のバージョンが 7.1 とかなんで、結構古いですよね。セキュリティパッチも2017年のものとかだったりするんで、まあ、結構古いかなと。ちょっと一昔前のスマートフォンみたいな感じの、OS かなっていうような状況かと思います。で、システムアップデートも多分できると思うんですけど、かなり限界があると思うんで、どこまでできるかっていうのはちょっと私やってないですけど、はい。まあ、あるんで、まあ、そこは Android の方がサクサクに動くんじゃないかなと思います。はい。一応こんな感じでね、システムはこんな感じになってて、そうですね。あとなんかできるかっていうと、マイアプリっていうアップスかな。ここでアプリいろいろ追加したりできるんですけど、まあ僕もちょっとね、ゲーム、Android のゲーム何本かやりたいなと思って、キャンディークラッシュ入れてたりするんですけど、まあそうですね。基本的にこれって全部ね、Google Play Store がつながるんで、こんな感じでね。まあこっからアプリをダウンロードすると、もっともっと使い方のね、幅が広がるとは思うんですよ。で、こっからね、また映画とかテレビもダウンロードできるんで、こんな感じでね。まあ、見たい映画ある方は、Google Play Store で買っていただいてね。それで楽しむっていう手もあるかなと思います。あ、テレビっていうところもありますね。これもね、テレビドラマですのシリーズですね。をメインに、こんな感じで、マウスでね、簡単にこうやって海外ものだったり、テンスラとかも落ちてるんでね。はい。北斗の拳とかも落ちてますけどね。人気ランキングでね。まあ、どれもちょっと多分有料コンテンツになると思いますんで、こんな感じでね。ケンシロウが今なんとかですって書いてありますけどね。はい。530円でレンタルとかなんで、まあ、有料コンテンツとしてね、テレビボックス活用していただければなと思います。まあ、基本的に Google Play なんでね、Google のアカウント、から入っていただいて、まあ、そこから引き落とされるっていう感じになると思います。はい。っていう感じですかね。ビデオボックスとしてね。はい。またね、ちょっとトップ画面に戻ってます。アプリとかもね。まあ、皆さん大体スマホを使ってると思うんでね。スマホとどう使い分けるかって言われるとちょっと難しいところではあるんで。まあ、唯一のね、メリットとしては大画面で、
Android が楽しめるってところがあるんで、まあテレビで例えばね、何ですかね、フーリュー楽しむとかぐらいしかないかなと思うんですけどね。あとは何だろう、いろいろニュースとかも見れるかなと思います。文字でね、ブラウジングしたいとかっていう方もいると思うんでね、パソコン的な使い方、Android のパソコン的な使い方とか、メルカリとか入ってますね。あと TikTok とかも見れますし、ここら辺をちょっと楽しんでいただければなと思います。僕もね、どれもやらなくてね、Android。どれもやらないねっていう感じだったんで、ちょっとね、おすすめのなんかアプリ教えてくださいって言われてもね、あんまりね、僕は Android 詳しくないもんでね、なんとも言えないです。例えばジャンプがね、ここもジャンプもありますけど、ジャンプの最新刊見たいとかテレビでね、まあスマホで見るかな、皆さんね。とかね、そこら辺のところ、多分スマホで落としちゃえば共有化できるんで、ね、できると思うんで、Uber Eats こっから頼みたいとかね、いろいろ。できるかななんて思いますけどね、こんな感じでいろんなアプリ使えます。はい、なのでね、テレビボックスとしてだけじゃなくてね、いろいろとアプリをテレビで楽しんでみる、今までスマホだったのに大画面で楽しんでみるっていう楽しみ方はあるんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、続きまして、ゲームのエミュレーター機としてどうなのかっていうところですね。このテレビボックスがで、一応ね、いろいろ入れたんですよ。こう見ていくとね、アプリいろいろ入ってると思うんですけど、PPSSPP とかね、PSP のエミュレーターですね。で、あと、レイキャストとかね、入れたりとか、スーファミのエミュレーター機とか入れたんですけど、スーファミはね、結構動きます、ちゃんとね。で、PPSSPP もね、動きます。ただね、そこの PPSSPP のね、動作の重たい範囲っていうのが、ごく魔界村なんですけど、僕の中でね、ごく魔界村を動かした時には、やっぱりね、MALEC の方で動かした方が快適に動くっていう状況は一応確認してます。なのでね、正直入れたのはいいんだけど、じゃあ使えるかっていうとね、まあ普通ですね。これで使うんだったら、まあ、MALEC の方でいいかなっていうのが僕の率直な感想になります。はい。で、あとは、レトロアーチとかも入れたんですけど、これもレトロアーチ入れたんですけど、結局ね、MALEC の方で起動したらレトロアーチ動くんで、特にね、こちらも、入れる必要ないかなと正直ね、率直な感想でございます。なぜかって言ってやっぱりね、 MALEC の方がね、軽いんですよね。ここの Android で動かすより MALEC の方が断然軽いかなっていう感じですね。まあ GD キングの時のようにね、結構GT キングのパワーがあるんでね、そこでやっぱり動く動かないっていうのはあるかもしれないですけど、スーパーコンソールエクスプローラーだと若干ちょっとパワー不足がね、あって、 Android をかろうじて動かしてるっていうところがあるんですよね。なのでね、その状態でレトロアーチ動かしても、まあ軽いゲームは動くんですけど、まあ重たいゲームは断然 MALEC の方が、力発揮してるなっていうようなイメージを持ちました。はい、なので、ね、わざわざ今日ちょっとね、起動画面までは出さないですけど、まあそんな感じのイメージかなというのが率直な感想です。なので、まああまりエミュレーター機としては個人的にあんまり使えないかなっていうのが正直な感じですね。なので、エミュレーター機として使うんだったら、MALEC の方を使っていただければと思います。はい。あと、そんなところですかね。あとね、リブラエレエレックって、これクリックすると、MALEC の方に起動しますんで、これが起動のあれになります。っていうところですかね。はい。はい、ということでね、早速スーパーコンソール X プロの方で、僕の好きなキャンディークラッシュゲーム入れたんで、ちょっと遊んでみたいと思います。こんな感じで、ね、結構、ね、マウスで軽快に遊べますね。まあ、いつもね、これ指でやると思うんですけど、タッチパネルでね。まあ、マウスでも遊べますんで、これ。まあなんかちょっとね、大きな画面でやりたいなっていう方はね、こんな感じでね、ゆっくりのんびりやっていただければなと思うんですけどね。ちょっとね、重たいかな若干ですけど、これでも結構限界で動いてるって感じですかね。こんな感じでのんびりとね、こうやって横に動かしながらとか、こんな感じでね、ポンポンと動かしていっていただければ、こんな感じで。はい、はい、よいしょ。これ何です？ミッション、どんなミッションかちょっとわかんないですけどね。どうもね、こう、ここを動かせってこうなったら、ここを動かしたくなっちゃうんですよね。
ちょっと重たいですね、もうすでにね。こんな感じでね、あ、これ4つ揃えますね。はい。よいしょ。っていう感じで、これはちょっと消してみましょう、ドーンとね。これも3つ。もうクリアしてますね、点数的にね。まあ最初なんでね、これ簡単なんでね。こんな感じで遊べるかなと思うんですけど。ドバドバドバと消してみましょうかね。お、5個のやつが出てきましたね。あ、クリアしてましたね。5個のやつ、いや、作りたかったんですけどね。こんな感じでね、のんびりとパズルゲームやったりとか、あとね、Android Store で、あ、Google Play Store か、Google Play Store でいろいろゲーム落ちてるんで、まあそれで遊びたいなって、大きな画面で遊びたいなっていう人はこれで遊んでいただいてもいいとは思うんですけど、あまりにも重たいゲームはね、多分ね、あのスーパーコンソール X の方が耐えられないと思うんで、重さにね。だからちょっと厳しいかなと思います。っていうのもね、このね、このキャンディークラッシュでこの状態なんでね、結構苦しい状態かなと、僕は思います。こんな感じで。いいですね。こんな感じで。で、これね、こうやってやるとね、ドバーって出る。気持ちいいですね、これね。ドバーってできる気持ちいいですね、っていうような感じで、こんな感じでね、のんびりね3個消しながらやっていけばいいかなと。ちょっとしゃっくり出てますけどね。こんな感じでポンポンと連鎖しながらね、はい、っていう感じで遊べるかななんて思いますけど、ね、まあ正直なとこね、正直なとこ Android はね、いろいろアプリ入れれるからいいんですけどね、テレビでアプリ入れたものでいろいろ楽しめるっていうのはいいんですけど、まあ実際テレビボックスでして使うかですね。僕のテレビ結構もうね、入ってるんですよ、ここら辺のアプリがね。だからわざわざね、スーパーコンソール X でこれやるかっていうと、僕はちょっとテレビの方でサクサクっとやっちゃうかなって感じですね。 YouTube なり、あれも入ってますよね、YouTube とか、Netflix とかね、もうボタン一つで入ってるんでね。わざわざこれでやるかっていうと、ちょっと僕は使わないかなっていうのが率直な感想なんですけどね。はい。っていう感じでね、一応ね、キャンディークラッシュもこうやって動きますんで、まあ、まあ何本かね、軽そうなゲーム入れて遊んでみてはいかがかなと思います。はい。ということで、スーパーコンソール X プロのね、テレビボックスの方の紹介になります。これもうほんとね、前々からね、何人かの方にね、やってくれやってくれって来てたんですけど、紹介してくれとテレビボックスの方ね、いただいてたんですけど、ベンチマークテストもやってくれとかって言われてたんですけど、はい。で、ベンチマークテストの方はね、やろうとしたんですけど、やっぱりパワーがなさすぎてね、ちょっとね、止まっちゃいましたね。ベンチマークテストやるほどのパワーはないなっていうぐらいでね、エラーで止まっちゃうんですよ。だからね、何点かも出なくなっててね、だからね、そんなに期待しすぎない方がいいと思います、こちらのね、あのテレビボックスについてはね。Netflix、YouTube、Hulu ですね、あと Amazon プライム、ここら辺がね、テレビで見れないっていう人はもうラッキーだなと思っていただければいいと思います。はい。ちょっとね、一昔前のテレビ使っちゃってて、そこら辺ね、Amazon のFire Stick とか欲しかったんだけどねっていう方は、これはラッキーと思っていただければと思います。だからね、僕からするとね、出張とか行った時、これ1個スーパーコンソール X 持っていくと、まあ、Netflix も見れるしね、その1個だけでゲームも遊べるしっていうような感じではすごく便利だなとは思いますね。ですね。はい。で、あとね、僕の別の動画でね、テレビボックス実は紹介しているのがあって、でアンブロックテックっていうやつのね、やつをね紹介してます。で、Uボックス って僕言ってますけど、そちらの方はね、テレビボックスとしては最強クラスにすごい優秀だと思います。はい。世界各国のねテレビが見れるってアプリが入ってたりとか、あとはそうですね、いろいろなアニメとかね、そこのカテゴリーでね、いろいろ格納してあるファイルが、まあちょっとね、グレーゾーンなんですけどね、っていうところがあったりとかね、秘密の映画館とかね、映画館の以外にね、秘密の映画館っていうのがあるんで、まあそっちの方がね、ちょっと高いんですけど、2万円前後する、テレビボックスなんですけど、ちょっとね、そちらの方はね、ほんと完全にテレビに、
集中してるっていうかね、そのアンブロックテックっていう会社がね、独自でサーバーを持ってて、そこにアクセスするようなものになりますので、ちょっとね、今回のこのスーパーコンソール X プロではそれがちょっとできないです。なので、そのアンブロックテックのやつは、本当僕最優秀だと思ってて、それはちょっと別途動画見ていただければなと思います。全世界のね、チャンネルが見れるって、何百チャンネルだったかちょっと忘れちゃったの、800とか900とかだったと思うんですけど、それぐらいのチャンネルが見れて、で結構ね、インドとかね、インドとかね、どこだったかな、のテレビ CM 見るの面白いですね。なんかね、見たことないスポーツしてて、なんかビール飲んでうまいみたいなことやってるね、CM とかね、あとヨーロッパ系のね、テレビ CM とか見ると結構面白いですね。リアルタイムでそれ更新されてるんで、で、最近ね、そっちのね、アンブロックテックの方の U-BOX の方は、なんかプレイバックっていうのがあって、1週間分のテレビ番組全部保存してて、好きな時に見れるっていうような機能もね、追加されてますので、ちょっとね、画質が悪いです。ただ、画質が悪かったりするんですけど、4K で画質とかそんないうとこ期待されちゃ困るんですけど、まあ、ちょっとね、画質は劣るんですけど、テレビボックスとして本格的に、テレビ見たいなとかね、アニメ見たいなとか、ドラマ見たいなとかっていう方は、そちらの方を別途買っていただいた方が僕が最強だと思います。僕どっちも持ってるんでね、言わせていただいてるんですけど、はい、そちらの方、の方がいいかなと思います。それはね、別の動画で、ちゃんと紹介してますので、そちらの方、ご確認いただければなと思います。じゃあ、せっかくなんでね、僕のその、アンブロックテックの方おすすめですって言ってるんですけど、それの、リンクをね、概要欄に貼っときますんで、興味のある方見ていただければなと思います。はい。ということでね、今日はこんな感じでね、スーパーコンソール X プロのね、テレビボックスの方、紹介させていただきましたけど、いかがだったでしょうかね。まあ僕の率直なところ、感想からいくと、まあ、エミュレーター機がほぼほぼ8割で、2割ぐらいは、まあ、テレビボックスかなっていうところで、出張用に行くときに一番便利かなっていうのがあるんですけど、あんまり期待しすぎない程度で、方がいいかなと思います。メインはやっぱり、ネットフリックスとかね、YouTube かなと思いますので、はい、そちらの方、見ていただ、使いたいなという方は、使っていただければなと思います。はい、ということでね、僕のね、スーパーコンソール X プロのね、テレビボックスの紹介、今日もね、ちょっとね、ゲームはもういいからと、テレビボックスの方、ちょっと紹介してくれと、動くの分かったからって言われてて、はい。その通りだと思うんですけどね。ただね、僕は引き続きね、ゲームのね、動作チェックはね、念入りにやっていきたいと思いますんで、いろいろね、はい、ゲームのね、動作を、していったりとかね、真面目に、そのうち、真面目にゲームやっていきたいなとは思ってますんでね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思いますので、まあ、ためになったなと思う方は、グッドボタンで、押していただければなと思います。まあ、多分あんまりためになってねえなと思うんですけど、ためにならなかったなったら、バットボタン押していただければと思います。はい、ということで、はい、こんな感じで終わりたいと思います。すいませんね、喋りたいこと喋らせていただいて、いとっチャンネルでした。ありがとうございます。